はい、宮下選手、今日もやってまいりました。はい、前回のサーブ動画がとても好評だったので、気になる方はね、概要欄貼っておきますので見てみてください。今回はですね、ちょっとスマッシュを教えてもらいたいなという意見がありましたので、はい、お願いしてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。アユタロチャンネル。まずじゃあ、やっぱね、皇后杯チャンプのね、スマッシュを一回見たいので、ちょっと説明もなしに一回見てもいいですか。はい、わっといいね、えぐっ。これ力は入ってない。あ、一瞬打つ、当たる瞬間ってこと。ラストで。ありがとうございます。アユタロチャンネル。このスマッシュのなんかコツとかってありますかね、宮下流の。まずグリップをいつものストロークのグリップから若干イースターにして。あ、それはサーブと一緒ですか、持ち方は。サーブほぼ一緒。ほぼ一緒です。うん、で、さっきも言ったように打つ瞬間だけ力を入れるようにして、こうボールに向かうときにこう力入っちゃうと足が止まっちゃうので、しっかり足を動かすために力を抜いて、力を抜いて、はい、当たる瞬間、インパクトの瞬間にグッと入れる感じで。はい、そうですね。あとはなんか、あとは下がりステップとかなんかあるのか。下がる方向、つま先を向ける。あ、そうなんだ。向けて下がる。そっちの方が早い。そうですね。はいはいはい、はい、確かにバック走だと遅いです。遅いもんね。確かに開いちゃう。はいはい、その3点を意識しているということで、はい、ちなみに今さっきストレートとクロス打ってもらったんですが、はい、なんかコース明けのなんかコツはあります？そうですね、例えばなんか僕とかだとクロスに打つときになんかスライスみたいな回転がかかりすぎちゃったりとかしちゃうんですけど、なんかあれば。ストレートに打つときより若干体を、ちゃんとボール1個ぐらい、はい、角度も左に動かしてあげると。あ、ちょっとじゃあ軽く開くというか、体を正面に向ける感じですか。はい、で打点を、それで打点を変えるというか。あ、前になるからクロスに飛んでくるって感じですか。はい、あ、それではちょっと使い分けてるんですね。はい、じゃあちょっとそれを踏まえて一回見てみようかな。そう、ラストで。ありがとうございます。サーブの時にもちょっと聞いたんですけど、練習方法とかある？これはどんな練習してたとかある？最初は、こういう一本打ちみたいな基本的な練習始めて、でちょっと外ってきたらちょっと動かす遠いボールのスマッシュとか、逆に前、後ろから前行ったりとか。後ろから前もやる。あ、まあ、確かに。あ、それちょっと見てみたいな。後ろから、どっちの方が難しいの？これなんか俺のイメージ、後ろから前の方がなんか難しい感じが。そうですね、技術力というか。なんかね、こうそっちの方が少ないもんね。だいたいスマッシュって上を追うから下がる方が多いもんね。そうですね。ちょっと一回前見てみよう。でもやっぱこっちの方が威力乗るね。これはもう完璧決めに行くショットだよね。そうです。いや、威力エグいんだけど。わあ、かっこいい。めちゃくちゃ。ありがとうございます。アユタロチャンネル。あ、どうした。ということで、これがね、後半チャンプのスマッシュですよ。素晴らしいです。それ2連覇しちゃってますね。すごい、2連覇したの天皇杯。あと情報、2連覇したの。え、インハイ、皇后杯2連覇ですよ。それ入れようよ、先に。先に言ってよ、皆さん真似してみてください。はい、ということでね、ありがとうございました。ありがとうございました。1月15日に東京インドアルーセントカップがありますので、東京体育館でね、はい、でありますので、まあ、そちら僕ちょっと出演しますので、抽選会とか僕がやりますので、ぜひ皆さん会いに来てください。
そこであの抽選で何が当たるかというと、まあ、東京インドア限定の T シャツに、まあ、僕のサインを書いたやつが5名様に当たるということで、まあ、来た方限定に、そうですね、はい、当たるんで、本当これ来た方限定だよね。でも来ないと参加できないんで、参加できないんで、はい、皆さんよろしくお願いします。購入ページ概要欄に貼っておきますので、そちらから購入して皆さん会いに来てね。あとトップ選手のね試合もすごいいっぱい、やるので、はい、はい、お願いします。あとこちらのボール先日販売したんですが、限定120個なんで、もしかしたらこの動画を出す頃にも売り切れてる、なくなってたらごめんなさい。一応出しておきます。はい、120個なんで、はい、お願いします。はい、じゃあ終わりたいと思います。この動画がいいねと思う方はグッドボタンします。この動画がそんなに良くないなと思う方もグッドボタンします。ということで次回の動画でまたお会いしましょう。バイナー。生物たちの虹色の戦争、あなたが殺した命の歌が1万年後に1000年前から愛してる。街を抜け海に出たら月はどこ目指そうか。騒がしくて、yeah、青色の空に神様が来て、願いを一つ叶えるなら花や虫は何を願う。